ゴールキーパーが打ちますね。まずはじめに森が打ちます。外れました。3回戦強豪国見との一戦は PK 戦にもつれ込み、しかも森が外して大ピンチ。ところが止めた。ここからが森の見せ場でした。スタートした。はぁ、止めた。止めた森。好セーブを連発。結局敗れはしましたが、森は大活躍。この大会で優勝した国見を大いに苦しめました。がっくり森。PK の時自分で蹴ったでしょ。いや、監督から大会始まる前ぐらいから PK のとお前一番蹴らすからって言われてたんです。絶対入れる自信あったから、自分では気楽に行ったつもりなんですけど、ちょっと気楽に気づいて外しました。だけには精神力がないからな、そういう感じではよく言われたんです。まあ、好きサッカーの好きな子がやってるようなクラブ的な高校でした。